はい、こんにちは、カズアタンです。さあ、モーリーファンタジーパロ限定ジガルドということで、ここに大事な一文が書いてありますので、ぜひお読みください。はい、やります。まず、ちゃんとここを確認した方がいいですよ、皆さん。モーリーファンタジーはやっぱ10枚ですね。ゲットしよう。あっち側も10枚です。一番最初の数字はね、明日とか明後日になったらもう9枚とか8枚になってるかもしれない。さあ、お菓子を投げます。何も、あ、1個出てきた。できればスーパースター。ああ、ナムコの方では25回で出ました。24回目だね、正確には。なんでこっちでもそれぐらいで出てくれると嬉しいですね。この後にピョイーンってなるとダメですね、これ。チャキーンってなるといいんだよね。ああ、ダメか。ちょっと台移動しようかな。ここスーパースターが多分ね、出づらい。まあ、まだ分かんないけど、ダメだね、やっぱ台移動しよう。どうしよう、一個も何もなってないけど、台移動しました。あ、悪くない。スターポケモンが出るのは悪くない証拠ですね。いいよ、この調子。さあ、チュピン。ダメダメ。ドーン。来ない。いまいちいっちゃいまいちかな。まあ、もう一回やってみよう。またハテナ1個だよ。これはスーパースターはちょっときついかもな、ね、この台はね。またちょっと移動した方がいいかもな。あのハテナ行ったら移動しよう。あ、やっぱダメだね。2とか1が、2とか1じゃねえか、2とか3が多いもんね。はい、もう移動します。はい、ダメ。違う台なんですけど、こっちもハテナ1個っすね。いやー、どれもダメだな。みんなはね、こういう風なことはしないでください。ちゃんとバトルしてね、その後にやるとかならわかるけど、これ本当意味ないんで、お金がただ減るだけなんで。2つ出てきた。でもダメだろうな。おお、メタゴロス。さあ、どうだ。ダメか。チュピン。ふぅ、ついぞ。ダメ。ダメだね。
もう全然出る気がしないね、やっぱ多分無理だ。おー出たー、そんなこと言ってたら、おお無限大なー、やりました。そしてスピン、あーない、まさかの出る気がしないとか言ったら出ましたね。俺の持ってない方の無限大なだったらいいんだけどな。2種類ね、無限大な絵があるんで、どっちかな。おお。いやにしてもジガルデは来ないな。やっぱナムコは25枚で多いから当たりやすいのかもしれないね。ジガルデは10枚しかないから1台で、やっぱその分分母がきつくなってるのかもしれない。あ、持ってる方だこの無限ダイナー。また1個だ。あれ、さっきもお前出たよな。いやー出ない。出ない。はい、きついね、モーリーきついね。スーパースターもこんだけ出ないときついね。あ、きついね、本当にきついね。いやきついよこれ。隣の台にやってきました。いいけど、はい、ボタンで止めろ。てかこれスーパースターが出るときって絶対やっぱドーンってなるのかな。普通のチュピンからスーパースターって出ないのかな。サプライズ的な感じでそれも欲しいけどね。多分絶対黄金のあれ草むらになっちゃうのかな。ピーンって。全然ダメだね隣の台で。全然ダメだ。ダメダメ、出なさすぎ、マジ辛いな。もう一回隣の台戻ってきた。もうお財布の中の100円がなくなっちゃったよ。これはきついよ。あー佐藤ダメー。この後シュビン、これは明らかに出ないな。やめる？もうやばいよ、ちょっと5000円は使ってる。これはもったいない。やめるか、もうお金なくなっちゃう。もったいない。スーパースターも出ないし、このゲームはかっこいいな。あー、もうこれで最後にしよう。お金がなくなっちゃう。無理だ、そこまでしてほしくないもん。きついな、やっぱモーリーファンタジーはきついで。
皆さんナムコでルギアをゲットしましょう。うわー、なんかゲンガーゴーストゴーストばっかり出るな。そういうあれにハマっちゃってる。さあどう？ダメ。これはひどいね。出る気配しないよ。だダメだね。終わります。残念でした。はい、終わります。気をつけましょう皆さん。